というわけで本日はタコ釣りにやってまいりました。タコ釣りはですね、なんかそこをこうちょん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 ってしてたらグッてなるんで、そこにオラって合わせを入れて巻けば OK です。シンプル、これは誰でもできますね。そこの壁際、壁が釣れると思いきや実はそうじゃないね。そうなんだ、どうなの、早朝来て、え、おお、キャプテン、さすがキャプテン、でかい、でかい、うわ、そんなことなかった、そんなことはなかったけどタコ釣れた。確かに意外と壁際じゃなかったですね。そっか、巻いたりしないのね。そうなんだね。いったー、あ、いった、ぬーっていった、あー、うわー、なんか吹いた、上がってきて初めて感動が来る。わあ、みんな来た？あ、違う、わあ、タコ、よし、よし、タコ、わあ、これタコ？わあ、タコか、タコ、わあ、タコや、うわあ、釣れた、やだ、そんなとこ、なんで、ごめんなさい、運転席、ごめんなさい、取れちゃった、どうしたいのこれ、タコが逃げてきます。頭をはい、グッとした、頭、グッ、はい、グッと、グッと、もっと強く、思い切って構えちゃダメです、あとグラボです、うわ、すっごい、ここ口で噛まれるの気をつけて、はい、なんか重いか、これか、おら、おら、おら、オーシャンゲートぶちまけて、おら、タコ、おら、おら、やったよかったね、うら、タコ強、タコ強、あ、行ってくれた、うわ、これ釣れた後結構、あ、うら、うら、うわ、なんかそれ言いたくなってきた、結構地味だなと思いましたけど釣れると楽しい、なんかじんわりした喜びきますねおら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 オクトパス、すごい、タコ釣れる、はい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 、あ、はい、おら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 、結構やってやった感ありますね。おお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 らおらおらおらなたい、あ、ごめんなさい、すぐ巣に戻っちゃう、すみません、ちょっとタコの扱いに慣れてなくて、大脱走ですね、全脱走はあれですね、
よし、はい、というわけで結構タコ釣れましたね。全員釣れましたね。平和な釣りでした。やっぱね、サワラとかね、一人だけ釣れないとかあるんで、タコ釣りは結構そういうね、楽しかったですね。ね、ムラっていう感じがね、なんかね、ムーって引っ張り出す感じが。しかしこんな間近でこんないっぱいタコ、生きてるタコ見るの初めてだ。ムーラ、あ、違った。これ結構勢い勇むと恥ずかしい。うおー、ムーラ、うふいよ、よいしょよいしょ。さあ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 、あ、違う、あ、違う、そうだね、いつのタイミングで優香だよね、ほらほら確信に変わったよ、ほら、あれ、あれ抜けた、ここだけ取ろっちゃう、はい、十分十分十分だよ、ほらほらほどこだ、ねえ、どうよ、打ち曲がり、打ち曲がり、ちょっと待って、僕のバッカン。というわけで、サワラにアジにタコ、横浜ベイブリッジを横目に。正面は、何？翼橋でした。